日本群馬県前橋市春す川町小見街と春す川町。小見街とは群馬県前橋市の地名。面積は1.38平方キロメートル。郵便番号は371-0216。前橋市の東部、赤木山の南六、東上沢川流域に位置する。江戸時代頃からある地名である。関営元年に女淵村から分村して成立した。はじめは、 前橋藩領で、明和六年に、幕府領、天明八年には、幕府と、旗元久保田氏の愛 q を経て、寛永二年からは、陸津泉藩と、旗元久保田氏の愛 q だった。なお、陸津泉藩領は、下込み街と、旗元久保田氏は上、込み街と,と称した。人々は、死牛馬の処理、うさぎや犬の比較加工、医薬品の製造販売、うまい者、 滝木鳥、小み実り、わらじ作り、芸能など様々な造業で生計を立てた。地名としては、かすかわ村であった頃は、大技小見がいとであった。かすかわ村が、前橋市に合併したことにより、かすかわ町小見がいととなった。港は、村落の意味で、米は古くは、かますの字を使った。 2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町内に、高下電気鉄道高下線、北原駅がある。赤木タクシーが運行を行っている、デマンドバス方式のふるさとバスがある。県道の群馬県道3号前橋大間間気流線が通過。当庁が、 避難対象区域となった場合、近隣の春スカ町女淵にある前橋市立春スカ小学校に避難する。ありがとうございます。